通信によりますと、自民党の竹下亘総務会長は28日東京都内で講演し、森友学園との国有地取引をめぐる一連の問題で安倍昭恵総理夫人の存在が政権に迷惑をかけたことは事実だと指摘しました。同時に佐川宣寿前国税庁長官の27日の証人喚問により関与がなかったことははっきりした、関与と迷惑は分けて考えなければならないとの認識を示しました。財務省の調査を通じた真相究明と再発防止策の構築は麻生太郎副総理兼財務大臣に責任がある、麻生氏の手でなければできないと強調、調査後の進退は麻生氏の判断だとしました。また財務省の中だけの問題で収まるかどうか、流れがどこへ向くのかわからないと懸念も示したということです、という記事になっております。はい、それで昭恵さんのことについてですね、私はですね、はい、今週月曜日に発売しましたこの月刊アナダという雑誌に昭恵さんのことを書きました。で、ですね、割とこれは今回また月刊アナダは当然訴えられてますからね、朝日から財務省のその文書改ざんと朝日の罠ということでどうしても有本さんの恐れて百田直樹さんの朝日は絶対に潰さなあかん、これね、もうちょっと言葉を選んだ方がいいんじゃないですかね。そういえばさ、ちょっと別件なんですけど、百田さんの逃げる力、早くも10万部突破だ。もうそんなに言ってるんですか。はい、重版されてですね、もう10万部。そうですか。でね、私はもうちょっとあの5本ですね、執筆途中で百田さんからちょっと見せていただいたんですよ。で、余計なこといろいろ言ったんです。こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、はい、すごく良くなったのよ。自分で言うのもなんだけど、まあそれはね、でも実はね、百田さんの、さすがですね、百田さんのこの開口力ってすごいんですね。つまりね、かなり力のある作家さんでも、いろいろ編集者なんかから言われて、書き直すと悪くなるって人結構いるんですよ。皆様ありません？なんか最初自分で書いてみて、書き直して書き直していったら良くなるかって言って悪くなっちゃったっていうのはありますよね。そういうのは結構プロでもあるんですけど、百田さんは違うんですね。書き直すともうぐんぐん良くなるの。着実にブラッシュアップ。そう。でもさ、やっぱり私がいろいろなこと言ったおかげだろうっていうのをちょっと恩に着せようと思って、とりあえずまあこれからもっと部数は伸びるでしょうけど、10万部一区切りってことで、ごちそうになりますと。おめでとうございます。言ったら はいと言ってましたから一緒に行きましょう。そうですか、はい、じゃあそこは便乗させていただきます。まあ、その百田さんですけれども、これはね、一応ね、朝日は絶対にっていうのは鍵カッコ付きなんですよ。でも表紙じゃちょっとこのスペースがないから多分削っちゃったんでしょうけど、この絶対にっていう言葉に実はちょっとしたウィットが隠されていますね。で、これはね、読みになった方は分かるかもしれませんけど、百田さんと朝日新聞のこれまでの戦いの歴史が書かれているんで、まあちょっとこれは百田さんしか書けないものなんですけど、私は一応ですね、昭恵夫人叩きは現代の魔女狩りだということで書かせていただきました。で、まあこれ以外にですね、実はこの加計学園のこの加計の上位学部は日本一だっていうのを唐木先生という東大の名誉教授がお書きになってるんですね。これはね、必読ですね。この唐木先生は、今食品衛生やなんかのこともおやりになっているので、私それでですね、テレビ番組でご一緒したこともあるんですけれども、もともとはね、今は食の安全安心財団の理事長なんですよ。でも、もともとこの方はその東大の、獣医学科かな、ご卒業というかご出身で、でその時からご自身がその、学徒だった時代から、やっぱりこの東大を含めた従来の日本のね、この獣医師教育の世界というのには非常に問題があるなと、この獣医学会の実態というものをかなりあからさまにお書きになっていて、そのためにもやっぱりその岩盤規制なんてものは取り除くべきだったんだということをはっきり、非常に我々一般のものがね、分かりにくい内部のことを書いていらっしゃいます。で、やっぱりこの方もこう脅迫状を受けたりとかですね、そういう体験されていらっしゃるんですよ。そういう意味ではこれ非常に貴重なことがお書きになられていて、でね、本来であればね、あれだけ加計学園のことを問題にするんだったらば、大手メディアが、じゃあこの今のね、獣医学の世界、あるいはその獣医師っていうものの、その育成、こういうことについてどういう根源的な問題があるのかっていうことを掘り下げるべきだったんですよ。
今になってから月刊花田で、まあね、ようやく分かるって話じゃなくって、こういうことこそやっぱり大手メディアがですね、過去のいろんな、行政の記録やなんかも紐解きながら、でなぜ、そういう、ね、岩盤規制というものが出来上がっているのか、そこにはその、まあ、生んだ部分というのはないのかっていうようなことをね、本来だったら大手メディアが掘り下げて明らかにすべきだっただろうというふうに私は思いますが、これは必読ですね、で、まあ、私はこれ昭恵さんのこと書きましたけど、この文章の中に書いたんですが、私は昭恵夫人とはもちろんその知識はあるんですけれども特段親しくはないんです。いわゆるお友達ではないんですよ。で、まあ、昭恵さんと私は同い年なんですが、まあ、自分とは相当かなり違うタイプの女性だなっていうふうには拝見していて、まあ、だからといって別に昭恵さんに私そんなに悪感情はないんですけれどもね、ただやっぱりそのまあある意味ちょっと不思議な人ではあるわけです、昭恵さんね、で、まあ、こういうこと言ったらご本人見てるとあれなんだけど、まあまあ、ある種天然的なキャラの人なんですよね、でそういう昭恵さんを、まあ、あまりにもその実態にかけ離れて悪魔化してですね、朝日新聞が、この1年と約1ヶ月ぐらいの間に社説だけで40回昭恵さんを書いている。そして昭恵さんに、まあ、明確に国会の承認喚問に応じろと言っているのは明確に7回、それ以外にとにかく昭恵さんが、その説明すべきだというふうなことを言っているのはもう数数えきれない。で社説以外の面で昭恵さん昭恵さん昭恵さんっていうふうにもう見出し回りでですね、この昭恵夫人の名前を踊らせてるのはもう数限りがなく、しかも内容とあまり関係がないっていうか、内容上それほど重要じゃないのに、昭恵さんがっていう名前を見出し回りにわざと踊らせてるような紙面がもうむちゃくちゃに多いんです。例えばこの A の文書の書き換えの時もですね、昭恵さんの名前が削られたってことがすごい見出しで書いてあるんですよ。でも昭恵さんの名前が削られたとか昭恵さんへの言及が削られたとかね、言うよりもこれ籠池さんがやたら昭恵さんの名前を使ってたってことが削られてるだけの話でしょ。つまり詐欺の今や容疑者になってる人物が昭恵さんの名前を語ったわけですよ。要はね、そこのくだりが削られてるって話なのに、昭恵さんが何かをやっぱりやってたんだ、でそれが削られたんだであるかのごとき、見出し回りでの印象操作がものすごい激しいんですよ。でこれはやっぱり問題でしょと、でこれはもうまさに現代の魔女狩りだねというようなことを、まあ、書かせていただきまして、そして今回のこの文春を見てみました。伝聞でね、わけですもんね。そうです、でね、このね文春もそうなんですけど、まあ、その昭恵さんにはヒヤヒヤさせられるよみたいなね、人のこの話が出てたりして、まあそれはねヒヤヒヤさせられる人だろうとは思いますよ。いろんな行動がね、メッセージを許さないっていうプラカード掲げてる人と一緒にフェイスブックに、ね、って出てたりする人ですから、それはそうなんですよ。あとほら高江に、沖縄のね高江に突然行ってみたりとかね、やっぱりこの人って非常に行動力があるので、まあそういう意味じゃヒヤヒヤ、おそらく総理もヒヤヒヤされてるかもしれませんけどね。ただね、ちょっとやっぱりこれは問題がありますよ。安倍暗黒支配と昭恵夫人の嘘を暴くと、で居酒屋経営でも全言撤回した昭恵夫人とか書いてあってね、でしかもですよ、このこのね、そうそう、ここの中にですね、この差し押さえとかね、すごいですね、すごい文字が踊ってますね。踊ってんです。やめて、後任が浜里さん、そうそう。でね、この中でですね、まずこの昭恵さんに対するあの印象操作なんですけど、昭恵さんがまあその居酒屋をね開店させたと、まあ、安倍総理が第二次政権で返り咲く直前ですよね、うずっていうお店をまあ開店したと、まあ、これはこれでちょっとへーってみんなびっくりしちゃったわけなんだけれども、でもそのお店をまあ開店させました。でここで問題にしてるのは、まあ、一つはですね、その競売物件を落札して、まあ、居酒屋始めたって、まあ、それは別にどうってことのない話だと思うんですよ。で、あるデザイン会社がこの昭恵さんの、まあ、うずっていうお店を出店している会社と取引関係がありました。このデザイン会社が潰れるんです。潰れてその従業員が、まあ、不当に解雇されたっていうふうに東京地裁に、まあ、労働審判を申し立てる。で地裁がね、まあ、解決金として200万円をこの従業員に払うようにというふうに言ったんですけど、
もうこの会社潰れちゃってるわけだから支払い能力がないわけですよ、それでどうするかというと、そういう場合というのはその会社にこのなんていうんですかね、売掛金がある、債権があるところ、これを抑えるっていうのは、まあ、よくある話ですよ、ね、例えば私が会社を経営してて経営が左前になって潰れちゃいました、当然もう万歳してるわけだからお金ありませんと、で一平さんのところと私と取引関係ありました、でまあ、仕事は終わってて、でお金をあとこっちの会社はこっちの会社で支払いのサイクルってものがあるからお金を払う形になってるとするじゃないですか、これを抑えるってことですよ、要するに、ね、これを抑えてこっちに払ってあげなさいとこうなるって話なんだけど、これ別に何か明恵さんが悪いことしたわけでも何でもないじゃないですか、この潰れたデザイン会社とこの従業員との係争事なんですよ、これは言ってみれば、で取引関係はあって抑える債権はあったかもしれないけれども、それは別に悪いことじゃないんですよ、でたまたまねこれを中身を読むと、要するにその、まあ、裁判所から、あのこの債権を、要するに債権ありますかっていう問い合わせが来た、これに対して、まあ、本当はないというふうに答えなければいけなかったところを、昭恵さんがあるというふうに間違って答えちゃったんですよ、でいやそれは間違いだよっていうふうにスタッフに、指摘をされてね、訂正してるんですよ、まあ、結局昭恵さんの単純ミスだっていうことで、これ手紙を書いて、そして、裁判所に認めてもらったっていう経緯なんで、まあ、単なるうっかりって話でしかないのね、だからそういうことも含めてちょっとヒヤヒヤしちゃったわっていう話でしかないのに、あたかもすごいとんでもないことやったかのようなものすごい印象操作なの、だけど世の中のことを少し知ってる人だったらこれ読んだら別に大した話じゃないじゃないっていうふうになると思うのに、やっぱりねこういうその見出しの処理だとかこういう書きぶりで騙される人も結構いるわけですよ、私はねだから特にお友達じゃないけど、これはこういうことに対して一言もねやっぱり抗弁なかなかできない、で変にちょっとでも抗弁しようものなら、もう国会に出てこいっていう話になるわけでしょう、こういう状況というのはねまあ大変だろうなというふうに思います、こう少しユニークでちょっとおてんばっていうね、まあで若干天然っていうところはあっても、こういうふうに悪魔化してね、まあ、魔女狩りをするっていう、私はそういう日本ってそういう社会であってはいけないなというふうに思うわけですよ、それからねこの甘利さんの話も変な話でね、要するに麻生さんを、本当は総理としては辞めさせたいんだというふうにこの記事の書き手は言っていて、引責辞任ということですか、はい、で、その、まあ、麻生さんの後任としてね、甘利さんと、いうことが本当は総理としては、総理の本音では、これねだから別の政治部デスク、どっかの会社の政治部デスクがもっともらしく解説してるんですよ、首相の本音では甘利氏を麻生財務省の後任に据えたいのでしょうねと言っちゃってるわけです、それでその承認喚問の5日前の3月の某日にですね、まあ総理が甘利さんと会食してるんですよ、でその会食の場所に、まあ、総理の、ね、地元である山口県、のご出身であるあの作家の、ね、方もご一緒してたとかね、まあ、そんなような話を書きながら、だから甘利さんと総理は非常に通じていて、本当はその麻生さんに、まあ、お辞めいただいて、あと甘利さんにっていうふうに思ってる、それが総理の本音だみたいなこと書いてるんだけど、はっきり断言しますがこれは全くの間違い。そうですか、はい、あの私これはそのなんでっていうことはあえて明かしませんけれども、これは全くの間違いです、安倍総理はこの問題が起きてから一貫して麻生さんを引責させるなんていうような、引責というか、まあ責任はその、ね、いろんな形で、あの、果たしていただくにしても、辞めさせるというような気持ちは全くない、だからねこういうことが多すぎるんですよ、本当に。で甘利さんに対してももちろんあの大きな信頼を寄せていることは間違いないですよ、であの TPP の、ね、交渉だって甘利さんが随分あの尽力なさったおかげでというのはあるし、であのようなことでね、まあ、あのちょっとお金 その不明朗なやり取りがあったから、結局辞めて、でその後ちょっと体調崩されてましたよね、まあ、そういう残念なことはあって、まあ、何らかの形でまたねあの仕事をしていただきたいと思ってはいるでしょう、しかし今回のことで麻生さんにというのもなく、でこの5年間ね常に
マスメディアと、それからね、実は安倍総理に比較的近いところにいる、まあ特にそれで自分は安倍総理と近いよってことをかなりね、公言してる人でも、自分が麻生さんを嫌いなもんだから、麻生さんと安倍さんの間にこう亀裂がとかね、実はとか、そういうことを流したい人が多いのよ。でも実際にはそれは全くの事実無根なんですね。ですからこういうね、やっぱりその周りの人たちがありもしないストーリーを作ったり、ある個人をその悪魔化してみたりね、まあそういうようなことで、つまり本来あるはずのない政争を起こしていく。でこの狙いは何なのかというと、マスメディアと、まあ、マスメディアってざっくり言いますけど、まあ、特に朝日新聞を中心にした、はい、そしてその周りにくっついている、まあ、マスの中ではちょっと追随的な、ね、メディアの人たち、それと、まあ、野党、あるいは自民党の中の一部の人たちというのが、まあ、揃って狙っているのはやっぱり自民党内の、政局の混迷ですね、はいはい、でこれによってやっぱり安倍政権を、なんかもうちょっとこう落としていこうと。だけど野党はもちろんですよ、野党はもちろん、じゃあ後をどうしようかっていう責任を持った考えを持っている人は実はいない、でここではっきり言いますけれども、石破茂さんが4月にですね、総裁選の出馬宣言をするというふうに予定してましたよね。 あれをちょっとやめましたっていうふうに、その出馬をやめるっていうんじゃなくて、出馬宣言を4月にするって言ってたのをやめますというふうにニュースありましたでしょ。で結局朝日を中心にしたメディアは、じゃあ安倍卸しをやるんだったら、あと誰がやるのって話になる、その、まあ、有望格として石破さんに一生懸命はしごをかけてきました、だけどもともとね、朝日新聞の持っているはっきり、まあ、はっきり言いますけど、朝日のイデオロギーと石破さんの考えっていうのはもともと合うわけはないんですよ。でかつては石破さんがね、その第二次安倍政権スタートして最初の頃幹事長やってましたね。その時には石破さんの発言に対して結構朝日も厳しかった、ところが石破さんが政権と距離を置き始めたら、やおら石破さんを担ぎ始めたわけです。だけど安倍さんよりもどちらかというと高橋色が強いし、まあ、そういう点でその本当の意味で石破さんと朝日が実婚になりうるとはちょっと思えないけれども、まあ、とりあえず反安倍として使えるということで、まあ小池百合子さんだろうが石破茂さんだろうが、実は2人とも安倍さんよりかなり高派なんだけれども、まあ、それでもこうはしごをかけようとするのが、まあ、朝日新聞なんですよね。で、まあ、石破さんもその風に乗ってかなりメディアでいろんなことを発言して、メディア上ではですよ、その安倍総理よりもあたかも石破さんの方が支持があるかのようなこう数字も踊ったりしてました。ところがここへ来てですね、この総裁選出馬の宣言を、まあ、ちょっとその時期をね、あれしようかなっていうふうな雰囲気が出てきたのは何かというと、石破グループというのは、22人かなしかいないんですよね。総裁選出馬のためには、まあ、当然20人の推薦人がいるんですけれども、まあ、それとちょっとプラスアルファぐらいしかいません、そもそも石破さんの派閥は、ですからちょうどこのニュースに今名前が出ている竹下さんの派閥ですね、ここと連携したいって気持ちは非常に強かったんだけど、他の大きな派閥と組むどころの話じゃなく、つまりここ自分の出身母体だったんだけどね、ぬかが、旧形成会ですよ。そうです、形成会、旧形成会でつい最近までぬかが派だったんですけど、ぬかがさんが会長を辞めて、で竹下さんがなると、いう話になってるわけだけど、要するにね、その他の派閥の応援もらうかどうか以前に、この石破グループの足場が崩れ始めてる。はー、今日はちょっと名前を出すのは差し控えますが、石破グループのかなり大物の人が、もう石破さんのグループを抜けたいと、もう石破さんうんざりと。はー、じゃあ言葉は悪いですけど、見限られちゃったというか、で、あろうことかですよ、安倍総理たちの派閥あるじゃないですか。はいはい、清和会ですね。清和会、入れてくんないかな。こんな状況なんですね。なんか大きな毒な感じですね。はい、ちょっとそれはね。ですからね、この前ちょっとここで言ったみたいに、大阪でその1000人ぐらい集めてパーティーやりましたなんて、朝日にこんな囲み記事書いてもらってね。でそこにはその、まあ、大阪はまあちょっと維新と、自民党との、まあ、対立があるから若干特殊なところですね。そこの特に、まあ
あの今の松井知事の地元である大阪、はい、衆議院でいうと14区ですね、この地域なんかにかなり手を入れて、でその直接手を入れてるのは後藤田さんだというふうに言われてるんだけれども、まあ、そんなこともいろいろやっているにもかかわらず、そして地方を歩きに歩いてですね、地方の多くの、 その自民党の関係者の人たち、地方の党員の人たちとも握手をしてですね、もう写真撮るだけで1時間も立ったまんまでみたいなこともされていたけれども、ご自分の一番その永田町での、 あの石破派のもう足元がちょっと崩れかかってる。でこの原因は何かっていうと、やっぱりね、石破さん面倒見ないんですよ。派閥っていうのは昔ながらの親分子分なんですよ、いい悪いは別にして。でやっぱりね、日本の社会ってそういうところが必要なんですね。あの私たちみたいなね、私は一平さんみたいに自分一人で、ね、やってる人間はそんなのどうなのってのあるけれど、やっぱりあの世界違うんですよね。ですからね、その石破さんは派閥、もともと派閥に自分も属してたのに、派閥批判をして、派閥なんか嫌だって飛び出しておきながら、自分は今度またグループを作るっていうね、こういうことをやって、だけどその小さいグループであるにもかかわらず、そこでのやっぱりかなりのね、大物がもう嫌だと言い出してるというようなところはね、申し訳ないけれども、やっぱり石破さんのその政治家としてのまあ人間性みたいなものを、あの面倒を見るっていうのはもうちょっと具体的に言うと、やっぱりお金ですか。いや、そういうことだけじゃないんですよ。選挙区 の、 その、こう、なんていうんですかね。あ、そういうことだけじゃないです。例えばね、私今あの森喜朗さんの取材してるじゃないですか。で、私もね、あの人に関しては、まあ、この前も申し上げたかもしれないけど、最初はお目にかかるまでは私もあんまりいいイメージなかったんですよ。でもお目にかかって話を聞いてみて、まあこれはやっぱりザ政治家だなという感じはしますね。それはどういう意味かっていうと、特に日本のね、まあ古いタイプの親分なんですね。だから本当に面倒を見てる。で、面倒を見てるっていうのは、そのお金をあげるとかそんな話、金で釣るとかそんな話じゃなくてね、私みたいな人間はそういうのあんまり好きじゃないけど、もうね、今でもですよ、今もう政治家引退してるじゃないですか、一応、でもこう座ってお話になってるところに国会議員便覧っていうのを置いてあるわけですよ、で全部いつも見てるんだって、時間あると、だから自分が会ったことのない最近の若い議員のこととかも全部頭に入っていたり、あるいは自分がちょっとでも関わり合いのあった議員さんのことは、もちろんその人がどういう形で政界に出てきた、どういう背景を持っている、どういう地元、どういう支持母体、支持団体がついているっていうのは当然のことながら、家族構成から全部頭に入っているの。でね、これはね、その、まあ、マスコミに結構悪いイメージで言われている、あの都議会のドンと言われてた内田茂さんもそうなんだけど、もうとんでもないそういう記憶力ね、で過去にそのどういう人とどういう渡り合いがあって、あの人とこの人がどういうことで仲が良くて悪くてっていうのも全部頭に入ってて、で要するにそうすると人々が普段は若干うるさいおっさんだなぐらい思ってても、いざ自分が困ったっていう時にはなぜか知らないけど、みんな森さんのところに相談に行くのよ。あ、そういう面倒ですね。はい、そうなの、面倒なことを面倒見る、面倒なことを引き受けちゃってるんです。あ、そういう意味でのですね。はい、なるほど、ね。でね、例えばですね、その鈴木宗男さんのお嬢さんの、あの何でしたっけ、鈴木貴子さん、貴子さんが、あのちょっとほら、党派を乗り換えて、あの自民党系の党派からね、出たでしょ、あの裏にもちゃんと森さんがいるんですね。というのはやっぱりお父さんの宗男さんと、きちんと話ができるっていうのはやっぱり森さんなんですよね。で森さん、まあ、そういうね、その隠然と動くみたいな悪いイメージだけ言われるけれど、なんかこう齟齬が起きてきた時に、何かしら誰かしらが森さんのところに相談に行くと、で、まあ、森さんがじゃあということで話をする。しかしその貴子さんが自民党会派に来た、この時に森さんが一言、その自分は添えたと、あのだからって言ってうちの派閥入れちゃいけないよと、もともとお父さんは、ね、うちの派閥 の、 あの人じゃなかったんだから、やっぱりそこはちゃんとそういうね、あのとにかく入れてやったんだから、あのこっちに引っ張るみたいな、そういうことはやめた方がいいよっていうようなことまでも全部こう、なんていうのかな、そうでしょ、そういうところなんですよ。
うん、親分ってそういうことなんですね。そういうことなんです。昔はなんか田舎なんかには必ずそういう顔役のおじさんみたいな人がいて、何でも教えてくれるみたいなね、はいはいはい、であそこのうちはねなんて言って、会社ではよくできる総務部のおじさんですよね。そうですよ、よくできる総務部長みたいな感じ、結局この人が頼るだみたいなね。そうそうそう、そうなの。だから社長なんかでもやっぱりその人に相談して、あれはどうだとか、あるいはねちょっとその観光総裁なんかでも、じゃああそこに対してはどれぐらいやるとか、あるでしょ、そういうの。そういう人なんですよ。そうか、うん、やっぱ最終的にそういう人頼っちゃいますもんね。そう、うん、それが石破さんは全然できないと。全く、はあ、でそういうことができる人が石破さんのそばにいるわけでもあまりない、うん、あ、そういうことですか、ね、ですぐに政権下ろしに加担しちゃうと、はいはいはい、常にいわゆる後ろから弾を撃つと、はい、だからその第一次安倍政権の時もそう、で麻生政権の時はあろうことか自分が閣僚だったにもかかわらず麻生卸しに加担しちゃった、で今回もそうでしょ、まあ、あのかなり積極的に、ね、はい、下ろそうとしてますよね、まあ、それはやっぱりね嫌になると思うわ。足元が固められなきゃね、それは出馬宣言っていう事じゃないですよ、ね、そうなんです。ですから一連のこの森かけも、それから昭恵さん攻撃、あるいは和田さんたち中心にした、まあ、安倍親衛隊っていうふうにね、まあ、文春は言っちゃってるけれども、そういうその議員たちへの攻撃も含めて、はい、政権周りの印象っていうのをものすごい悪くして、で結局は何を狙ってんですかと言ったら、野党は政権を取りに行こうとも思ってなければ政権を担う能力もないから、うん、自民党の中でもっと扱いやすい人間を安倍さんの代わりにすげ替えちゃえ、そうすれば電波の自由化なんて言い出さないだろうと、こういうことですよ。